ビアチェスラフ・コンスタンチノビチ・プレイベカ・ルーガ県、メショフスク・メクショフスクから1904年7月15日、ペテルブルクは、帝政ロシアの警察官僚出身の政治家。サーリズム下の保守反動政治家の一人。プレイベ家は、西プロイセン、東プロイセン、ロシアなどに住むドイツ系の家系。コンスタンチン・プレイベとロシア系のイエリザベータ・ミハイロブナ、シャマー・アイエバとの間に生まれる。 プレイベキの宗教はルター派であったが、宗教はロシア正教会に属した。モスクワ大学で法学を学んだ後、1867年に、検事補となる。司法省で、いくつかのポストを務め、1881年、皇帝アレクサンドル2世の暗殺事件捜査を担当し、内務省に移り警察局長に就任し、オフラーナの管理にも当たった。1884年に、 ドミトリー・トルストイ内務大臣のもとで内務次官。1902年暗殺されたドミトリー・シペアギンの公認として内省に就任する。プレーベは知的であったが無慈悲なまでに厳格な性格であり、反ユダヤ主義者、保守反動政治家として振る舞った。政治的情報の収集に精力的に動き、多数の革命家や穏健な改革派に致命的な打撃を与えた。 内省就任直後、ハリコフ県、ポルタバ県の農民放棄を弾圧。農民法改正のための編纂委員会を省内に、組織し、土地支遊制を導入して、土地問題を扱うための地方委員会を設置するなど、中央集権を堅持しながら、農村改革を実施した。しかし、同様に農村の経済問題を担当した、セルゲイ・ビッテと反目。 加えて一連の改革はゼムストボに地盤を持つ地主貴族の反発を招き、これが1903年にキシニョフでのユダヤ人に対するポグロム扇動を招いた。また対外的には対日強硬派であり日露戦争開戦を主張、開戦反対のビッテと対立した。プレーベ暗殺後の現場写真。馬車が爆弾により破壊されている結果、プレーベは 革命家たちのテロの標的となり、1903年と1904年に社会革命党戦闘団によって暗殺未遂事件が起きている。そして1904年7月28日、サンクトペテルブルクで馬車に乗っていたところを SL のエゴール砂像のフに爆弾を投げ込まれて暗殺された。その死はテロリズムに反対していた人々からも歓迎されたという。 佐蔵の不自身は重傷を負って逮捕され、1910年に流刑先で自殺している。プレーベ暗殺後、チャーリー政府は、恩恵派のスブヤトポルクミルスキー公爵を公認の内章とした。ありがとうございます。